YouTube 登録さんお願いします。お願いします1000万人お願いします。まーす1000万人よろしくお願いします。ございます。どうも久しぶりです。すみません、すぐ分かりました。今すぐ引退されてからどれぐらい経ちますか。10年。もう10年10年経ったらですね、誰って感じですよね。誰いや、そんなことないと思うんですけど、ま、同期の人はね、はい、頑張ってやってるんですよね。68期ですと同期って誰が一番強いの。なんか68期っていうところ今ピンとくるのが海人中さんがピンときたんですけども、競馬ね。はい、いろいろ行き方があるからね。そうですね、頑張れる人もいるし、デビューした時は60まで余裕でできると思ったからね。あ、そうなんですか。うん、でも木部さんあれですよね、あ、首で引退したわけじゃないですもんね。あ、自ら、まあ、そうですね、制度がもうちょっと変わっちゃうよっていう時に、はい、多分 A1 だった。あ、結構そのあたりで皆さん退職された方多かったですよね。結構大量で辞めましたよね、みんなね。辞めましたね、うん、会社に今勤めてるんですけど、辞めた時まだみんな走ってるもんだと思ってたもんで、はい、クビになって辞めたわけじゃないので、ね、はい、あの結構ね、会社に入ったら3人ぐらいの方に、あれこの頃見ないなと思ったら、こんなとこにいるんだって結構3人の方に言われたんですけどね。10年も経ってね、はい、俺選手だったのかなってなんか思っちゃうぐらい、もうあれじゃないですか。あ、その気持ちありますね。うん、なんか、わ、俺も選手だったんだなっていうのを感じますね。高校卒業して、はい、あのトヨタに就職したんですけど。あ、そうなんですか。はい、意外と大会社の割には給料がすごい高くて、でたまたまあの同級生に自転車、はい、自転車部があって高校に、はい、で先輩とかも結構選手になってるって聞いたもんで、ええ、俺も野球はそんなに上手くないけど体力は自信があったんで、はい、どうかなと思って、はい、2年半ぐらい止めて、はい、でそれからちょっとやってみようかなって言って、ちょっとロードを乗り始めたんですけど、でたまたまあの近所の人が自転車部のこのお父さんがいて、お前ならなれるよって言われて、国松さんに行ってこいって言われて、国松に行ったらいいんじゃないのって言われて、その1ヶ月後に会社が65から受けたんですけど、やっぱなかなか甘くはないですよね。もうお酒もやめて20年ぐらい経つん でお酒を飲んでる時は鳥で競輪場でこれもう使っていいのかな。ちょっとでも、もうでその後にあの、まあ、走らせてもらったもんで、はい、出走停止はなかったんですよ。だけど JKA とお寺は行って、はい、事故店で一回も行ったことないんですよ、はい、お寺とか競輪が、はい、このお酒で一回行きましたね。ああ、やんちゃだったんですね。でもやんちゃといえばちょっと垂れ込みがありまして、木部さん競輪学校で相当すごかったという話を聞いたんですけども、競輪学校はやっぱ国町に入ってあれですよね、3番ぐらいに入れるよって。やっぱ国町って5、60人文科生出てるんで。そうなんですか。国持和弘さん、春彦さん。ああ、国持和弘さんは知らないんですけど、引退してもだいぶ経って、でうちの国持さんがバリバリの時にそうやって言われたもんで、その気になってやっぱ行くじゃないですか、学校に。はい、学校の練習は全然楽ですね。持久系が強くて、この風貌だから、で年も2番目だったからね、上から自分が中心でやってるような感じだったんで、すごい楽だったです。そうしたら朝日で、茨城の朝日で君と1位争いだったんですけど、はい、朝日で君が最後の方に落車して鎖骨を折ったのかな、それで自分が1位になった。選手になってからもあのこの風貌で結構得してますね。かなり後輩の改正が木部さんの当たりがきつかったという話を聞いてるんですけど、そのあたり教えていただいてもよろしいですか。あいつらすごいでかいね、声が。そうなんですか。張り切ってるよ、今日は。すごい。ああ、何でしたっけ。あ、後輩改正からの、あの後輩改正から木部さんにかなり当たりが強かったという、木部さんの当たりが。裏話がいっぱいあるんですよね、自分はね。本当にやっぱお酒
しくできない人は飲まない方がいいですね。一番弟子がね、山内くんなんですけど、はい、河合拓也くん同期なんですけど、はい、あの忘年会になると俺が大暴れしちゃうんで、はい、すごい飲ます。お互い飲ませっこっていうか、向こうは嫌がってるんですけどね。忘年会シーズンになるともう多分75期から下は恐怖だったんですよ、飲ませるから。一回忘年会が終わって二次会に行くぞって言って、あの師匠の車に乗って静岡の町に繰り出そうとしたら、起きたら沼津駅 の, あの電車の中にいるっていうこと。ああ、覚えてないってことですか。覚えてない。そういう感じだったよね。やっぱり注目されるって結構大変なんだなっていうことを競輪学校1位になってすごい感じましたね。プレッシャーがすごかったんですかね。やっぱり出てくるだけでヤジが来たりあると思うから、まあ、勝てばすごい褒めてくれる、はい、でその当時多分デビューしてちょっと経って、あのまだハンドルを離しちゃいけないとか、はい、そういう感じだったんですけど、はい、清島さんが結構あのガッツポーズしてたんで、はい、終わった後に、はい、自分も結構真似してたら結構褒めてくれるんですよね、お客さんって。おやっぱその反応はすごい思い出深いですよね。やっぱりデビューした時は30年前は静岡競輪場で日曜日で2万人入ってましたもんね。で1日の売り上げが5億とか6億あったん で今コロナで今度の静岡競輪場のグランプリも5000人、はい、入場制限が出てるんで、もったいないなと思います。木部さん引退されてから体調はいかがでしたか。体重はね、はい、変わらないんですよね、現役時代から。もう10年運動もしないし、だけど結構あの健康診断で引っかかっちゃうね、コレステロール。食べ物は今どんな感じなんですか。食べ物はね、選手の時みたいにバランスよく作ってくれないっていうと怒られちゃうけど、ね、やっぱり偏ってるのかな。でやっぱ息子が今あの大学行ってるんですけど、はい、息子がいる時はなんか息子に負けちゃいられないって一緒のように食べちゃったっていう。ないですね。木部コーチのことを教えてもらっても大丈夫かな。木部さんは、うん、優しいところもあれば、うんうん、怖いところもありますよ。怖いところもあって、うん、でも、うん、分かりやすく教えてくれていいコーチだと思います。あ、どうもありがとう。じゃあこれ使っても大丈夫。使ってほしい。あ、じゃあ使います。使うね。使って。はい、ありがとう。使います。